医療訓練を行う衛生科の隊員カンボジアのシハヌークビルにて児童を診察する国先の衛生科員衛生科は陸上自衛隊の職種の一つ。衛生科隊員は患者の治療や医療施設への構想、隊員の健康管理、防疫及び衛生資材等の補給整備等を行う。他国の軍隊における衛生兵に相当する。職種標識の色は小緑。 衛生科の隊員は、医官、歯科医官、看護官、薬剤官、技官などからなり、衛生科部隊及び、駐屯チーム室、自衛隊病院に配置され、傷病者の治療に従事する。衛生科部隊、隊員は、条約及び、法の規定に則る場合において、ジュネーブ条約における、衛生部隊、要員として、保護対象であり、一定の教育を終了した。 衛生課隊員は、防衛省陸上幕僚長の職員が付された衛生腕章を装着しており、装備品も含めて、赤十字表彰を使用している。近年では、海外での大規模災害における、国際緊急援助活動でも活躍している。衛生課隊員は、幹部は、防衛医科大学校卒業者、または、医科、歯科幹部候補生家庭の出身者、陸装は看護師、 臨床検査技師、診療放射線技師など、医療関連の免許、資格を有する技術陸層が多いのが特徴である。衛生要員の育成は、陸上自衛隊衛生学校、自衛隊病院でも行っている。陸上自衛隊の有事における、医療支援体制の構想は、即時の救急処置は、隊員相互内視中隊の救護員、応急治療は、連隊内の衛生招待や、 広報支援連帯衛生隊が行い、病院治療は、方面衛生隊及び自衛隊地区病院、中央病院が実施するとされる。平時では自衛隊病院ないし、方面衛生隊霊下の野外病院隊に医官を集中配置し、必要に応じて、師団旅団霊下の衛生隊に人員を発出する、体制をとっているとされる。衛生課の部隊は、 陸上総体直轄に NBC 兵器対応の対特殊武器衛生隊がある。また、各方面隊には直轄で、方面衛生隊が置かれている。方面衛生隊は、方面衛生隊本部、本部部隊、野外病院隊及び救急車隊からなり、方面隊直轄部隊に対する治療、構想業務、健康管理、貿易の技術援助、衛生機材、 医薬品の補給並びに限定された衛生機材等の整備及び回収、移管等の衛生要員の管理を行う。同様に各師団、旅団の広報支援連隊、広報支援隊には衛生隊が置かれており、師団では衛生隊本部、治療隊及び救急車招待、旅団では衛生隊本部、治療招待及び救急車招待の編成となっている。 自衛隊病院自衛隊病院には自衛隊、中央病院と陸、海、空それぞれの幕僚長を通じて指揮監督を受ける自衛隊地区病院がある。自衛隊中央病院陸上幕僚長を通じて指揮監督を受ける自衛隊地区病院。ありがとうございます。